運の駐座階段1できることならきれいに抹殺してしまいたい僕の人生だそれを決行させてはくれないキャッツを呪うキャッツはどこから飛んできて僕にたかったものなんだがもともとは僕の体のうちに隠れていたものが ある拍子に殻を破って現れ出たものなんだか、半然しないのであるが、ともかくもキャツに引きずられ、そのいやらしい興奮を乗せて、命の続く限りは、我と我が襲害に無知を振るわなければならないということは、なんとあさましいことなのであろう。ああ、今思い出してもいまいましいのは、キャツが乗り移ったときのそのきっかけだ。 あの時あんなことに乗り出さなかったら今頃はキャナール船の量子論的研究をまとめることができて年始わずか28歳の新理学博士になり新聞や雑誌に眩しいほどの報道をされたことであろうしそれに引き続いて国立科学研究所の部長級にも衛進し郊外に赤い屋根の洋館も建てられ 大学総長の愛情をぜひにめとってもらいたいということになり全ては小学校の修身教科書に出ている通りの立身栄達の道を写真に写したように正確に進んでいったことだろうと思う確かにそれまでの僕という人間は修身教科書の結晶のような男でそうした栄冠を担う資格は十分あるものと他人からも言われ 自分としても強い自信を持っていたのであった何が僕を一丁にしてひょ変せしめたかそのきっかけは大学3年の時に商船電車信濃町の階段を守ったという一事件に発する僕の大学の理科に変わり種の友枝先生というのがあるといえば皆さんのうちにはうんあの統計教の友枝さんか うなずかれる方も少なくあるまいと思うがあの統計協の一党に僕が臨時参加をしたのがそもそも悪魔に身を売るきっかけだった巴田先生の統計趣味は例えば銀座の歩道の上に立って1時間のうちに自分の前を過ぎる銀ブラ連中の服装を記録しこいつを分類して銀ブラ人種の性質を摘出し大胆な結論を下すことにある。 午後5時の銀座にはサラリーマンが80%を占めるが午後2時には反対にサラリーマンは10%でその奥さんと見られる女性が60%もぞろぞろ歩いているなどという面白い現象を指摘しているこれは昨年度には病気で死んだ人が何千万人あってその内訳はどうだかという紙面の上の統計のように干からびたものではなく ピピチピチ生きている人間を捉えてやる仕事でその観察点も現代人の心臓を突き刺すほどの鋭さがあるところに我が巴田先生の統計趣味の誇りがあると言ってよい。で僕は「正殿各駅下車の乗客分類」というかなり大規模の統計が行われる時人手が足らぬから是非に出てほしいということでとうとう参加する承諾を先生に通じてしまった。 やがて部員の配置表ができて僕は前にも言ったとおり比較的閑散な信濃町駅を守ることとなった古谷君それじゃあご苦労だが信濃町の午後4時から5時までの下車客を例の基準に従って記録してくれたまえ。僕も信濃町を守ることになっているんだで僕は男の方を取るから君は一つ 婦人客の方を担任してもらいたいたんだ。先生男の方は僕がやりますそれで先生にはダメだよ男の方は全下車客の80%も占めているんだから慣れない君には無理だと思うんだがね婦人の方は数も少ない上に種類も少なくて大抵同じ部員とか 奥様ととったくらら、いのところだから君で十分務まると思ってそう決めてあるんだぜひ夫人を引き受けてくれたまえな僕はそれでも断るとは言い出せなかったものの困ったことになったと思ったことである女なんか一目見るのも汚らわしいと思っている僕がいや全くその頃は真剣にそう信じていたのである 1>, 1時間にわたって女ばかりを数えたり分類をするためにジロジロ観察したりするのは実に耐えられないことだったそれにこの立ちはその日から向こう1週間にわたって続けられるというのだからちょっと想像してみただけでも心臓が締めつけられるような苦しさに襲われるのであったそれは夏も過ぎ涼しい風が爽やかに肌をなでていく 初秋の午後であった。僕は肩から胸へつった記録版と両端を削った数本の鉛筆等を武器として研究者らしい威厳を失わないように心がけつつとうとう信濃町駅のプラットホームへ進出した友枝先生の命じるところに従い僕はあの幅の広い見上げるほど高いネズミ色の階段の下に立ったそして 上皇の客たちの邪魔にならぬよう少し階段の下に沿って奥へ引っ込むことにしたそこは三角定規の斜辺について少し上ったようなところで僕の目の高さと同じくらいのところに下から数えて56段目の階段が横からすいて見えるのであったそこに立ち階段を横からすかしてみればこの階段を上って出口へ行く乗客の男女別は その下半身から容易に分かったし観察者たる僕は体を動かす必要もなくただ鼻の先に後から後へと現れてくる乗客の下半身を1つ2つと数えればよいのであったいよいよ時間が来たので反対側にいる先生が「それ」と合図をした僕は緊張に顔を若くしてそれに答えるとその瞬間鼻先に「 幼稚園帰りらしい女の子の赤い靴が小さい音を立てて時計の振り子のように揺らいでいったのを1つと数えて幼年女性との欄へ棒を1本横に引っ張ったそれに続いて黒いストッキングにかかとの少し高い靴を履いた女学生の3人連れが僕の鼻の前をかすめていったがその3人目の女学生がどういうつもりだか急に駆け上がったのでパッとほこりが立って。 僕の目の目中へ飛び込んできた。僕はもうこの非衛生な仕事が嫌になったしかしこの仕事を始めたからこの仕事を始めたから30分もたつうちに不思議な興味が僕に移った駅の階段を上っていく夫人の足はだんだんと増えていった黒いストッキングが少なくなりカシミヤやセルの袴の下から 肉付きの良い二三寸の萩をのぞかせていく職業婦人が多くなったその途端に金魚のように赤と白との尾ひれを動かした幻影が鼻の先を通り過ぎるのが感じられた僕は袴のない若い職業婦人の蘭へ一本のブルブル震えた棒を横に引いたそれは足だけの生き物でしかなかった 足だけの生き物がキュッと締まった白い足袋を履き赤鼻をのすがった軽い霧の日和桁を突っかけているその生き物を見ていると体がフラフラする体が言うことを聞かなくなるまだ時間が切れないのかなと思ったすると今度は階段の下からまた一人僕としては最も静止するに堪えない はかまのない若い職業婦人が現れたその欄へ一本のブルブル震えた棒を横に引くと怖いもの見たさに似た気持ちでその白いはぎをのぞき込んだ僕はあんなに魅力のあるはぎを見たことがない実にすんなりと伸びたはぎだったふくらはぎはムチムチと張り切りちぶさのように揺らいでいた向こうずねのとがった縁などは 想像もできないほどまん丸く肉がついていたその色は牛乳を凍らしてみたほどの密度のある白さだったそのきめ細かい皮膚は魚のようにねっとりとした艶とピチピチした食感と思っていたその白いすねが階段の一つを上るたびごとに黄色の長い毛出しがやるせなく絡みつくのであった 歌丸からずっと後になって江戸浮世絵の最も官能的描写に成功したあの一雄才国義の書いた「危ない絵」が目の前に命をもって出現したかのような情景だったその白いすねが階段を45段上るとどうしたものかちょうど僕の鼻の先一尺というところで突然上りかけたままピタリと階段の上に止まってしまったものだから僕は 僕の五感は針のように鋭敏になって一瞬のうちにありとあらゆるところを吸い取り紙のように吸い取ってしまったふくらはぎの少し上のところにまだ一度も日の光に当たったことがないようなむっつり白い肉塊があって象牙に彫り刻んだようなかわいい筋が23本が合っていただがその上を一寸ばかり上がった膝頭の裏側を 少し内股の方へ回ったと思われるところに紫とも愛ともつかない記号のようなものがちらりと見えたのは何であろう見極めようとした途端に人手のような彼女の5本の指が降りてきて僕の視線の侵入するのを妨げてしまった僕はなぜか階段に踏みとどまった婦人の心を読むために初めて目を上げて彼女の顔を見上げたおお これはまた何というアデビトであろう過信のような唇豊かな頬かすかに上気した目の縁そのパッチリした潤いのある彼女の寮のこは階段のはるか下の方に向いていて動かないその目には何か激しい感情を語っている光があるで私は彼女の瞳についてその行方を探ってみた だがそこにはだがそこには長身の友枝先生の他に何者も見当たらなかった僕はしばらくなおも遠方へ目をやったがやはり何者も映らなかったその時ハッとあることに気づいて巴田先生の顔を注目したのであるがもうう。時間だ。やめようと先生がにわかにこっちを見て叫んだ その小姉は思いなしか異様に引きつったように響いたことをそれからのち幾度となく僕は思い出さねばならなかったのだ気がついて僕は階段を仰ぐとあの女の姿は消えてしまったかのようにそこにいなかった僕はその場に崩れるようにへたばったその夜下宿に帰った僕が 開墾と魅惑との間に王脳の一夜を明かしたことは言うまでもない翌日はたとえ先生との約束でも今日は行くまいと思ったが午後になると物に疲れたように立ち上がると制服に身を固めていつの間にやら昨日と同じく信濃町駅のプラットホームに記録版を持って立っていたその日も怪しい幻の影を 昨日にも増しておったのであった時間の破天とする頃前の日に見覚えた若い婦人が階段を上っていくのを認めたがこの日は別に階段の途中に立ち止まることもなしにただ一般乗降客に比べて気分ゆっくりと上がっていくことは気づいたのであるそのために僕はその若い婦人のすねをほんの浅くうかがったにすぎなかった 友枝先生の顔色もうかがったが気にはなりながらもそちらへ費やす時間はなかったその翌日もまた次の日も僕の体の中にはキャツが成長していったかくて予定の7日間が過ぎてしまった後には僕の体には飢えたキャツが調涼することが感じられそれとともに あの若き夫人の死体が網膜の奥に焼きつけられたようにいつまでも消えなかった2翌年の春僕は大学を卒業した卒業に先立って僕たち理科特業生中の大先輩である 吉川源太郎博士が所長をしている国立科学研究所から来ないかということであったから友枝先生の意見をたたいてみた友枝先生は大学に席がありながら同時に研究所にも席がある特別研究員だったから研究所の様子はよく知っているはずだったいいいでしょう。う君さえ良いと思うのならね。と 先生はしばらく間を置いて同意してくれた僕は先生が2つ返事で賛成してくれなかったのを不服に思ったそれはもちろん先生の慎重なる一面を物語るものであったと同時に「信濃町事件」というほどのことではないかもしれないがにおける先生の不審な態度も思い余すことをやめるわけにはいかなかった4月になると僕は 研究助手として初めて国立科学研究所の門をくぐったこの国権は国立科学研究所を国権と略称することもその日知ったのである東京の北港飛鳥山の地続きにある閑静な研究所で4階建ての真四角な鉄骨張りのレンガの建物が5つ6つ押し並んでいるところは誠に遺憾であった僕は 第2号館にある物理部へ編入せられ9坪ほどの自室と先輩の篠宮理学士と共通に使う3室からなる実験室と与えられたそして研究は国権の範囲と認める自由な事項を選定してよいということで篠宮理学士と共に特に所長吉川博士直属の研究班ということになった篠宮理学士は背丈はあまり高くないが 色の白いせいか大理石の墓碑のようにすっきりした青年理学士で物静かな反面に多分の神経質が潜んでいるのが一目で監視された僕よりは4歳上のちょうど30歳で巴田先生よりはやはり4歳下になっていた僕は最初の1日を今日から自分のものになった机の上にのびのび腰を下ろしさて何を研究したものかと考え始めたが 一向にまとまとりはつかず考えれば考えるほど今日の帰り道はどうとって帝国までに信濃町まで出たものかとそればかりが気になりだしたところへひょっくり篠宮理学士が姿を現してこれから署内を案内するからついてきたまえという僕は喜んで椅子から立ち上がって一緒に廊下へ出た学術雑誌で名前を知っている偉い博士たちの研究室が 納骨堂の中でもあるかのように同じ形をして打ち並び白い大理石の小さい名札の上にその研究室名が金文字で記されてあった最後に豊富な蔵書で有名な図書室とその事務室とを案内してくれることとなったまず事務室へ入ると大きな机が一つと小さい机が一つと並んでいる他に和洋のタイプライター台があったそして 四方の壁にはガラス戸棚が立ち並んでなんだか用紙のようなものがぎっしり入っていた大きい机の前には一人の256にも見える婦人が黒い着物に水色の帯を締めて座っていたが篠宮理学士が声をかけるとともにこちらへ立ち上がってきて「私が澤山聡子でございます」と丸い肩を丁重に落として挨拶した 理学士沢山さんです。罰台を昨年出られたと篠宮理学士が宙を加えた僕はその名を知っていたあの天才女理学士がこんな若い女性でしかもこの研究所にいて洋服はおろか袴もつけていない平凡な服装をしているのを発見して驚いてしまった後で知ったことだが 沢山助手は図書係主任を兼任していてこの部屋に席があるとのことその前の小さな机の一つには一脚の椅子が空のまま並んでいた「道古城はどこかへ行きましたか?と」と四宮理学士が聞いた「さあ隣にいましょう」と助手は指を熱いすりガラスの入った臨室との間の扉を指さした。 道小城と言われる婦人の机の上には一輪差しに真っ赤なチューリップが大きな花を開いており机の横の壁にはぬいぐるみの小さいボビーが画びで留めてあった僕はなんとなくこの机の主のことが気がかりになった篠宮理学士がドアを開いて隣の図書室を案内してくれた僕はその部屋へ一歩を踏み込むなり思わず ほっっと声を上げてしまった。その部屋は30坪ばかりの長方形の部屋であるが四方の壁という壁には金文字の書籍雑誌が幾段にもぎっしりと詰まっていた広い読書机が少し右手に寄っておかれ左手にはたくさんの小引き出しを持ったカード箱が重なっていたそして何よりの遺憾は 部屋の中央にそびえ立つ幅の狭い螺旋階段であったそれはわずかに人一人を通せるほどの狭さで鉄板を順々にじゅん形にずらしながら簡単な手すりと細い支柱で積み重ねていったものだった思わずその下に立ち寄って上を見上げてみると螺旋階段はすくすくと伸びて3階にまで達しているその3階の階天井は、 首の骨が痛くなるほど分と高かったなんとなくジャックと豆の木の物語に出てくる天空の鬼ヶ島にまで届く豆鶴の化け物のように思われた螺旋階段の下には事務室へ通ずる入り口のほかにも一つ廊下に通ずる入り口があった螺旋階段を篠宮理学士と2階へ上るとここも同じような本棚ばかりの紙壁と読書机とがあり 入り口はない代わりに天井がバカに高くつまり2階の天井は元来ないので3階の天井が2階の天井ともなり従って3階はバルコニーのようにこの部屋の上に半分乗り出していてそれへ螺旋階段が続いていた3階へも一度上ってみましょうと篠宮理学士が言った僕は自ら先頭に立って。 冷たい螺旋階段の手すりにコワゴは手を差し伸べた時だった急に頭の上にドタンバタンという激しい音がするとともに階段の上からネルソン辞典が45冊足元へ転がり落ちてきた「あらあらあら」と甘ったるい声が天井から響くとその急な階段を一人の女性が意図を身軽に飛ぶように降りてきた 古城なのだな。のだ僕は思った初対面の愛嬌を浮かべて上を仰いだ僕は鼻の先一尺ばかりのところへ現れた美しい少女の表を見つめたまま急に顔面を硬直させなければならなかった図書係の京町道古城こちらは今日から入所された理学士古谷恒人君よろしく頼むよ 理学士の声は朗らかであった「あらまあ私初めてお目にかかって大変失礼をいたしまして」と彼女は紹介者に負けず朗らかに歌った「僕はなんと挨拶をしたのか覚えていない」ただ「初めてお目にかかって」と言った道子城が本当に信濃町でこの半年余り 毎日のように彼女の白いすねを追い回している僕に気がついていないのであろうかどうかをいつまでも気にしていた翌日から僕は新しい希望と新しい焦燥と思って自分の研究室へ詰めかけただが落ち着いた気持ちで研究室に座っていることはできなかった幸い早く研究題目を所長の吉川博士に報告する必要があったので その調査に名を借りてしばしばば図書室へ通った。その部屋には廊下から入れる戸口があったにもかかわらず知らぬ顔をして研究事務室のドアをまず押して入りそれからまたも一つの扉を押して隣の図書室へ入った事務室の扉を開くと沢山助手はピリッとも体を動かさなかったが京町美智子だけははっとしたように私の方へ顔を上げ それからにっこりと笑って見せるのであったその度に私は体を軽くして強いて笑顔を作るのに骨を折った図書室へ入った僕は大抵螺旋階段を上りきって3階の書棚の前に立ち並んでいる雑誌の表題や年号を幾度となく読み返してみたりその書棚のある一つに雑然と積み重ねられてある雑部分の陳書などを手に取ってみていた 最初の考えではいつかも見たようにこの3階へまたみちこがやってくるかもしれないすると土蔵の屋根裏のように薄暗くて階段の他には出口すらもないこの部屋のことだから案外彼女と静かに話してもできるのではないかと思っただがみちこはついに一度も来なかったしかし僕は相変わらずこの3階に上ることをやめなかったというのは このカビ臭い陰気な部屋が大変気に入ってしまったからであるなんとなく秘密でも隠されているような魅惑が感じられたそうこうするうちにとんでもない事件が図書室の中に起こって僕はこの3階にいたため恐ろしい嫌疑を被らねばならないようなことができてしまった僕が国権へ入って10日ほどたったある日の午後のことであった 例によって僕は事務室を覗き美智子だけが机の前に座って手紙らしいものを書いているのを認めた図書室のドアを押して入ったがそこには誰もいなかった廊下へ通ずる扉が半開きになっているのがちょっと気になった僕はそのまま螺旋階段を2階へ上っていくとそこにはいつものように篠宮理学士の座る読書机の上になんだか熱い現象が開かれてあり 東の篠宮理学士の姿は見えなかったが僕が3階への階段へ一歩足をかけた時階段のすぐ背後にご当人がうずくまったまま何か探し物でもあるような姿を認めた僕は彼に声もかけずに3階へ登っていき例の通り雑部門の親戚の一つである19世紀の犯罪科学に関する英国スコットランドヤードの報告を引っ張り出して読み始めた何十分たったかは知らない なんだか2階で人のうめくような声を聞いたと思ったするとトントンと2階から1階へ降りて行く人の足音がかすかに聞こえたやがてガチャンというガラス戸に打ち当たったような音が聞こえてきたがそのままひっそりとしてしまった2階の篠宮理学士のしわぶきも聞こえてこないどうしたものかちょっと気になったので手にしていた本を放り出すと 螺旋階段を透かして2階なり1階なりを透かしてみたが狭い視野のこととて別に異常も見当たらないただあまり僕の立っているところが高いので3階から下まで急転落下しそうな脅迫観念にとらわれたので首を引っ込めると念のために2階へ降りてみた一見異常はないようだが階段の後ろにあたる狭い書棚の中からリノリウムの上に長々と横たわっている 2本の男の足を発見した時にはやっぱりさっきやられたんだなと思ったこわごはその方に近寄ってみるとこれは大変倒れているのは所長の吉川博士であったではないか僕は大声を上げて博士を抱き起こしてみたのであるが博士の身体はぐったりと前に飲めるばかりでもう脈拍も感じなかった どうしたものかと主催に博士の体を見ればネクタイが跳ね上がったようにソフトカラーから飛び出して頸部に痛々しく食い入っているそれは明らかにネクタイによる考殺であることがうなずかれた声に応じて事務室から飛び上がってきたのが澤山女子だったやがて別の入り口を通って篠宮理学士が駆け上がってきた時その他の書員たちも大勢駆けつけたが 美智子はどうしたものかなかなか影を見せなかった3博士はついに手当てのかいもなくそのまま他界した忌まわしい殺人事件が国権の中に突如として起こりしかも白昼所長の吉川博士が殺害されたというのであるから帝都はわきかえるような騒ぎだった その騒ぎのうちに署内に臨時の調べ室ができ僕たちは片っ端から判事の取り調べを受けたことに僕は博士に一番近い場所にいてしかも博士の異変を最初に発見したということからとりわけ厳しい尋問に言わなければならなかったしかし知らぬことは知らぬというより他に申し開きようがあるはずがない判事も僕の激しい態度に眉をひそめはしたが あの博士の断末魔が聞こえた後に階段を下りていったらしい足音とドアにぶつかる音を聞いたということを非常に喜んだそして署員についていちいち正してはみたが誰一人その時刻に階段を降りたというものはなかった僕は自分にかけられた濃厚な嫌疑に立腹しどうにかして犯人を突き止めてやりたいものと思い自分だけでは素人探偵になった気分で 書内のみんなから色々な話を集めて回った。第一に篠宮理学士が疑われた「あなたはあの時図書館から出てどこにいらっしゃったのですか?」僕は聞いた「僕はあの20分も前に僕の部屋へ帰っていたのだ僕さえ図書室にずっと頑張っていたらいくら僕が弱くても どうにかお役に立ったろうにと思ってね。と篠宮理学士は自分の弱さを嘆いていたのであったが僕にはそれがかえって老下に響いたあの前あなたは階段の後ろで何かをしておいででしたかと僕は痛いところを追及したあれはちょっと僕の自悪である害悪を落としたから。 拾いい集めていただけなんです。と答えたがその答えぶりから言ってそれは明らかに偽りであることが分かったその次に僕は沢山女子にそれとなく話しかけたあなたは署長が殺された頃お席にいらっしゃいましたかええいましたずっと前からどうしておかしいな僕は あの事件の30分くらい前と思われる頃に女子があの部屋にいなかったことを知っているそれではあの事件のあった時階段を誰かが降りてくる足音をお聞きにならなかったですかさあ存じませんねガラス戸がガチャンと言ったでしょうちっとも気がつきませんでしたよ女子は平然と答えた僕は あるいは自分の思い違いで足音を聞きドアの鳴るのを聞いたのかと思い返してもみたがそれにしてはあまりに明らかな記憶だ階段が一種のリズムを持って鳴ったことをどうして忘れられようか今度は美智子を尋問した尋問というと堅苦しく響くがそんな堅苦しい態度に出なければ美智子と話なんかできるはずのない僕であったそれは 初恋の経験を持たれる読者諸君には覚えのあることであろうと思うその美智子愛人美智子はあの事件の30分前には確かに図書室にいたが事件のあと1時間ほど所在が不明であった美智子さんあなたはあの事件のあった時間どこへいらっしゃいました私どこにいたっていいってじゃないの。と 彼女はほがらかだった。あれから一時間もあなたは部屋に帰ってきませんでしたね。どこへ行っていました。私 <laughs> は別段がやしかなくってよ。ちょっと外へ出て木陰を歩いていただけなのよ。だけど、古谷さん。あなた自身は所長さんと袋の中に入っていたようなもので、手をちょっと伸ばせば。 しょうさんのくにでね。バカなことを僕は真っ赤になってこの小娘をにらみ据えた僕は社長に何の恨みがあるのです10日前に入れてもらったばかりじゃありませんか恩こそあれあだなんか古谷さん今の言葉は私の頭が考え出したわけじゃないのよ私はある人がそう言っているのを聞いたのよ 誰がそう言ったんです。僕は。彼女は返事をする代わりに前の大きい机を指さしたその時事務室の扉が開いて沢山女子のむっつりした顔が現れた美智子さん四ノ宮さんのお呼びよ美智子が部屋を出ていくと僕は沢山女子に今聞いた話をして女子の反省を求めただが女子は「私」 そんなことを申した覚えはございません。」と、簡単に否定したそしていつになく机を離れると僕のそばに寄ってきてほうとほうとをすりつけんばかりにして僕の思いがけなかったようなことを知らせてくれたあの日あなたがきっと見逃している人があると思いますわそれは私からは申し上げられませんけれど美智子さんにお聞きあそばせ あの人はカフスボタンをあの二階のところへ落としてしまったらしいのです気をつけていらっしゃい美智子さんがこれからも幾度となく2階へ探しに行くことでしょうからそのカフスボタンはいつなくなったのですかそれは存じませんみ宮さんじゃないのですかみ宮さんが何か2階で探し物をしていたのを見たことがあるのですかねもっとも 事件のあるずっと30分も前でしたがまあ篠宮さんが2階で2階のどこです階段の後ろだったですあなたの言われるのは篠宮さんじゃないのですかええそれは助手は口ごもりながらやはり申し上げられませんわと答えた僕は 沢山女子も何か一生懸命に考えているらしいことを勘づかるわけにいかなかった女子のむっちりした丸くて白い頸部あたりにギラギラ光る汗のようなものがにじんでいて化粧量から来るのかそれとも女子の体臭から来るのかとにかくも不思議に甘美をそそる香りがとにかくも不思議に甘美をそそる香りが僕の鼻を打ったものだから思わず僕は

神経過敏になっている僕はあることを連想してハッと思った何をやっているのだろうか2階へすぐさま登ろうかと考えたが僕が行けばやめてしまうに決まっているそれは1階には手の届かない高い書棚の本を取るために軽い梯子のあるのを幸いこれを音のすると思われるすぐ下へかけそれに登って一体何の音であるのかを確かめてみようと考えた 僕は静かに椅子から身を起こすと抜き足差し足でその梯子のある階段の後ろへ回ったがその時階段の後ろで意外なことを発見してしまったというのは廊下へ通ずる戸口の陰に美智子とそれから何ということだろう巴田先生とがぴったり寄り添って 深刻な面持ちで密談をしていたではないかこれは古谷くん先生えらい事件が起こりましたね今も京町さんと話をしていたことですソフトカラーをしているお互いはネクタイで締められないように用心が寛容だなとははは。<laughs> 先生は うつろのような声を出して笑った。美智子は僕たちのところから飛び抜くと、たったったっと階段を二階へ登っていったので、僕の計画は見事に破壊せられてしまった。だが、先生は、美智子と何の話をしていたのだろう。四。 こう、嫌疑者ばかりが多くては困ってしまう僕は誰と相談してよいのか誰を犯人の中からエリミネートしてよいのか判断に迷った僕は徹夜して犯人の研究をしたのであるが結局疑いはどこまでも疑いとして残ったこの上はどうしても積極的行動によって犯人を見いださなければならないその時に ふと頭の中に浮かび出たことはあの図書室の3階には初めて僕が登って行った時に直感した通り何か重大な秘密が隠されているのであるまいか僕は何の気もなく3階にいつも登っていたのであるがあそこは犯人と少なくとも死んだ署長とが狙っていたのにそういない犯人はそれをあからさまに他人に悟られることを恐れ ことさら図書室の2階か1階か隣の事務室かにばんしてその秘密を取り出すことを狙っているのではなかろうかそうだとすると人知れず3階に上る人間を踏んづかまえる必要があるそこで僕は一つからくりを考がついたそれは3階へ上る階段の一つへ階段と同じような色の表紙を持った スコットランドヤードの報告書を載せておこうというのであるもし3階へ登った人間があれば何か足音が残るであろうたとえそれは泥がついていなくともリノリウムの油かなんかがきっと表面に付着するだろうそれを反射光線を使い顕微鏡で拡大すればきっと足跡が出るに違いない僕は 科学者らしいこの方法に得意であった翌日僕は研究所内が最もだれきった空気になる午後3時を見計らってそっと3階へ上ったかねて目星をつけておいた例の本を抜き取ると上から3段目の階段へ乗せた何食わぬ顔をして下へ降りてくると誰もいないと思った2階に篠宮理学士が突っ立っていたので 僕はぎくっとした。古谷君君はあの事件で僕を疑っているようだったが君もあまり立ち入った行動を慎んだ方がいいですよと彼はいつになくニヤニヤと笑ってみせたあなたこそいつもこの部屋で何をしていられるのですかと 僕はつい向かっらを立てて言い返したが、後ですぐ後悔した。君には言ってもいいんだが、極馬団の娘などと親しくしているようだから、うっかりしたことはまだ言えない。極馬団の娘僕は何のことだったかわからなかった。極馬団の娘って誰のことです言ってください。 まあいい君が冷静であるなら言ってもよいのだが実は古谷君署長を殺した犯人はもう分かっているのだよえそれは本当ですかと僕は思わず篠宮理学士に詰め寄ったうんそれが困った人なんだ実に気の毒でね だが今夜僕は一切を検事に報告することにしてあるそれまでは言えないどうしてどうしてあなたはそれを探偵されたのです探偵篠宮理学士は冷笑した探偵するつもりじゃなかったがあの人殺しの運の尽きさ 実は僕がこの部屋でやっている実験のうちに犯人のやつがはっきりと足跡を残していったのだよ足跡<席>僕はいましがた階段に仕掛けておいたからくりのことを思ってきくりとした篠宮理学士は僕を長老する気だろうかこっちへ来たまえ。 彼は案外平然として僕を階段の後ろへ導いたいよいよ例の怪しい箇所の秘密が暴露するのだ彼は階段の後ろへしゃがむとリノリウムをいきなりめくってその下から二本の細い電線をつまみ出したその電線は床を張って一階へ降りる階段の方へ続いていたが 電線をひょいひょいと引っ張るとその先のところに小さいボタンのようなものが電線と同じようにひょいひょいと動くのであったあれは何です僕は恐怖に打たれて叫んだあれは顕微音器さ小さな音を電流の形に変えるマイクロフォンさあれは階段についていて 階段を人間が登るとその振動が伝わって僕の部屋にあるフィルムへ電流の波形が映るのだ僕は半年も前から社長だけの了解を得て足音に現れる人間の個性という研究を進めていたのだおよそ人間の足音は皆違っている。 そしてその波形にはその人が決して表面に出さない性質までがありありと映ることを発見したのだ実は足音と人間の性質の研究は僕の独創ではなく第19世紀に英国のアイルランドに住んでいたマリー・ケンシントンという敏感な婦人が 驚くべき特殊能力を発揮した詳しい実験報告が出ている僕はそれをフィルム面に表し一層明瞭にしたにすぎないではあの事件の犯人の足音が取れているのですか僕は早くそれが知りたかったそうだあの時間に 1>, 1階から2階へ上っていった1人の人間がある5分ほどすると同じ人間が2階から1階へ降りていったそのあとあの事件発覚後まで誰もあの階段を上がらなかったのだそれは誰です僕にだけちょっと教えてくださいお願いします 僕はあいがんした。それはお断りする」と篠宮理学士は冷然と僕の願いを退けたこうなっては僕の取る道は一つより他ない身を翻して自分の部屋に帰ると大急ぎで電話機を取り上げると研究事務室を呼び出したあの部屋では言えないから美智子をこっちへ呼び寄せ 逃亡を進めるつもりだった。だがどうしたものだか10秒経っても20秒過ぎても誰も出てこない僕は仕方なく部屋を飛び出すと美智子の所在を知るために事務室へ出かけたハンドルを回しドアを内側へ押し上げたが部屋には美智子も沢山女子もいなかった それでは図書室であろうと思って間の扉を図書室へ開いたその途端であった奇妙とも妖艶ともつかない婦人のからきり声が頭の上の方から聞こえたかと思うとドタドタというものすごい音響がして沢山女子の大きな体が逆さになって転がり落ちてくるとズシンという大きな音とともにリノリウムの前に叩きつけられた 僕はぼうぜんと女子のあられもない死体の前に立ち尽くした僕はいまだにその妖艶とも怪奇とも慶應に絶する光景を忘れたことがない僕はあえてここにその描写を控えなければならないが助手が生前勤めて黒い着物を選んでいたのは助手の 傲慢な白い肉塊をさらに生かすつもりであったことと助手が最後につけていた長襦袢が驚くべき図柄の実に絢爛を極めた色彩のものであったことを述べておくにとどめたい呆然と突っ立っている僕のそばをどこにいたのか美智子がダッとのごとく飛び出してらせん階段を軽業のように飛び上がっていったがあっという間に またた上から飛び降りてきたのであるが、どうしたものかまるで音がしなかったそれとともに何か月かぶりで彼女の白い太ももについている紫色のあざのようなものを見たそれは軽技師にして初めてよくするところのほかの何者でもない僕は篠宮理学師がさっき言った言葉を思い出して 憂鬱になったそれにしても篠宮氏は2階にいないのかしら篠宮さん篠宮さんは2階に殺されていたよと美智子が耳のそばでささやいたさてはと思って僕が美智子を見据えた時会場で叫ぶ声が聞こえた 一体どうしたのだ医者を五六人呼んでこい早く早くその騒ぎのうちに僕は美智子を逃がしてやりたかった。早くお逃げ僕はかすれた声を彼女の耳へ送り込んだ。まあ何を言ってるのあなたこそお逃げなさい。あなたこそお逃げなさい。今のうちに。 そう言って彼女は袖の中から褐色の表紙のついた本を僕に手渡すではないかそれは例のからくり用に用いたスコットランドヤードの報告書であった僕は狐につままれたように何が何だかわからなくなった何を勘違いしているのだ僕じゃない隠してもダメよあんた 3階の階段にこの本を置いといたでしょリウマチの澤山さんあの本を踏むと滑り落ちたのよ何もかも知っているわ所長の時のこと篠宮さんのこといや違う僕は当惑したなんと言って美智子をなだめたものだろうかと 目の前に立つ美智子の肩をつかまえようとしたときに沢山女子墜落の音を聞きつけた署員が方々からドヤドヤと駆けつけた僕はもう力も何も抜けちまって「2二階を!」と指さして署員の応援を求めた23人の署員が駆け上がると予期した通り大きな歓声が2階に上がった 篠宮くんが彼女こそやったのではあるまいかとその顔を見つめたまつげの美しい美智子の大きな両目に透明な液体がスーッと浮かんできた震えた声で美智子が言った だから私あなたのために殺人の証拠になるこの本を取ってきてあげたのよ5沢山女子の会中からは忍宮理学士の撮った足音の曲線を写した写真が出たそれは多分3階のどこかにそれは多分 三階のどこかに学士が危険をおもんばかってひそかに隠匿しておいたものであろうそれは明らかに署長殺害事件のあの時刻に沢山女子の一種特別な強音波形が印せられていたのであった助手は女理学士認定の陰に署長と何か忌まわしい関係を結んだものらしくその上智の果てに考殺事件が発生したと伝えられる 忍や理学士の考察も同一手段で行われたのであったが学士が助手の反責を握っていたのでやむを得ず殺害したものらしい助手が僕に聞かせたボタンの話は未だに分からないがあの顕微音機のことをマイクロフォンボタンというから何かそのあたりのことをもじって事件の混乱を計画したものであろうと思われる友枝先生と美智子との関係はイボの兄弟であることが分かった 妹の美智子はその父の変質を受け継ぎ小さい頃から自ら進んで曲馬団の中に飼われて日本全国を漂白していたのを巴田先生がやっと透かして常踊りタイピスト学校に入れたりしてやっと一人前の女にし国権へ就業させたものであるが決して兄弟とも知り合いであるとも他人に知られてはならないという約束であった。 だがこれを知ったのは僕たち二人が友愛結婚をしてしまった後の話である僕たち同士の変質はそれは亡くなった篠宮理学士にはよく分かっていたのだろう恥ずかしいことだもう一日でも別れ別れになることはできなくなっているのだそうだ今日もこれから家へ帰ったなら あの徳一号の川ちで美智子の真っ白い背中が血だらけになるまでひっぱたいてやろうと思う。